新江ノ島水族館での標本展示放来エソの東部放来エソはワニトカゲギスモク放来エソ科に属する一種。体長35センチメートル。長く伸びた背びれで小魚をおびき寄せる習性を持つ。水深500-2500メートル程度の温帯から熱帯海域に生息する。エソとは特に近縁でない。下腹部に発光器が並ぶ。 背びれの前縁が長く伸びる。背中の後端に油びれを持つ。長い牙を備える。特殊な骨格を持ち、頭部を髪型に跳ね上げ大きく口を開くことができる。頭部は大きな牙状の歯が並ぶが、やや肥大化した頭部に比べ、後半部の体は、送信で細い。深海のニャングとも呼ばれ、その長い牙を用いて、 獲物の生物を捕らえて、髪型に跳ね上がる顎の力で獲物を飲み込む。歯は、餌の乏しい深海で確実に相手を逃がさないために、鋭く大きくなったと思われる。似たような牙が発達した魚類として、金目大目の鬼金目がいるが、鬼金目と同様に完全に口を閉じられなくなったほどの種もいる。深海の中層捕食者としての地位を持つが、 自身も様々な魚類に捕食されており、望遠魚に捕食されていたケースも報告されている。また、長大な牙が大きすぎる獲物を捕らえた際に、そのまま飲み込めずに餓死することもあるという。日本近海には主に2種住む。後者は、放来エソに似るが、目の後に涙型の発酵器があること、上顎3番目の歯が第4歯よりも大きいことによって、放来エソと区別できる。 体長3 5トルに達する。ありがとうございます。